世界への飛翔、平野紫様の帰国、50メートルの白いパーティションで見せた空港の慰霊対応。平野紫様、26、がフランス・パリでの滞在からの帰国を果たし、その様子がファンたちの期待に応えて羽田空港で繰り広げられた慰霊の光景が話題になっています。1月19日、インスタグラムに投稿された写真には、高さ2メートルの白いパーティションが建てられ、その向こうには警備員10人と SP。 セキュリティパーソンが配置されている様子が映っています。これは1月16日に開催されたルイリトンの2024秋冬メンズコレクションに参加するため、フランスを訪れていた平野の帰国に際し、ファンの期待に応える形で行われたものです。通常では考えられないほどの対応に、羽田空港を訪れたファンたちは驚きと興奮の入り混じった様子でした。しかし、この一大イベントが生まれる背景には、 平野の資の異例な活躍があります。ファレル・ウィリアム氏がクリエイティブディレクターを務めるルイ・ヴィトンの舞台に立つなど、その存在感は日本国外でも高まっています。帰国の瞬間、VIP 用の通路に設置された50メートルにも及ぶ白いパーティションは、平野の安全を確か保すると同時に、羽田空港の一部を彼のために封鎖、到着ロビーから関係者口までの距離を一気に移動する構造になっていました。この際、 ファンたちは彼の姿を見逃さないようにと、50人近い集まりができ、期待と興奮が踊りました。平野くんがこれからも素敵な活躍ができるように、ファンの方々には節度ある行動が必要かもしれませんね。好きだから、応援したいからこそね。きっと、平野くんはマナーのある対応をしてくれるのを望んでいると思います。今回も立ち居振る舞いが素敵な姿を海外で見せていましたから、ファンもそれに応えないと、と。 ファンたちは彼に対する愛と尊敬の気持ちを口にしました。一方で、ファン同士のコミュニケーションやイベントの社会的影響についても考える余地がありそうです。ファン同士が円滑にコミュニケーションを図り、平野のようなトップスターが仕事に専念できる環境を保つことが、ファンクラブの重要な課題とも言えるでしょう。ビートルズが羽田に降り立った時は600人。 ペヨンジュンが来日した時は3,500人が出迎えたとの歴史的なエピソードを振り返りながら、今の時代は50人でさえ大きな注目を浴びる時代に変わったのかもしれませんねと、ファン同士のコミュニティが進化していることを感じさせました。平野のような世界的な活躍を支えるのは、ファンとアーティストとの共感と理解です。 ファン同士が喜びを分かち合い、アーティストが安心して創作に集中できるよう、新たな時代におけるファンの在り方も考えていく必要がありそうです。